お隣韓国さんのネットショップで神風関連商品が販売されてるとか言って大騒ぎしているようです。記事と韓国さんの反応を見てみましょう。ソギョンドク孫新女子大教授は、国内のオンラインショッピングモール18カ所で日本の神風関連商品が販売されていることが確認されたと11日明らかにした。神風とは、第二次世界大戦終盤、軍備不足で米軍の上陸を阻止する力が落ち、爆弾を装着した飛行機を飛ばして自殺攻撃をした日本軍部隊を言う。降伏75周年を控え、ソ教授は、韓国を代表するオンラインショッピングモール24カ所を調査した結果、ウィメプとクーパンなど18カ所のショッピングモールで T シャツ、帽子、靴などの神風デザインの商品が販売されていることが分かった。神風商品は主にこれらのショッピングモールの海外購買代行プラットフォームで発見された。きちんとした検証をせずにこれらの商品を販売したものである。ソ教授は、多くのショッピングモールで販売されており、ショックを受けたとし、ほとんどが先般機である旭日機のデザインと関連しており、海外はもちろん国内での商品販売を禁止しなければならないと述べた。それでは韓国さんの反応です。正気なのか？反日扇動をまた開始？情けないことこの上ない。私はソギョンドクが情けないけど、あんなものを売るとか、売り主はアホなのか？あれを買ったバカもいるだろうね。情けない。ウィメプ不買運動に入ります。また不買か？いい加減、別の方法で意見を示してみろ。不買すればそれでいいと思ってるね。侵略者戦犯日本は、人類歴史の終わりまでその罪の代価を払って罰を受けなければならない。韓国で売るものではないだろう。そのまま日本で売ろう。あんなのは買わなければ売らなくなる。市場の機能に任せればいい。反日で自分を広報する人間がまた出てきたよ。日本製品を一つも使わずに過ごせるか聞きたい。ソギョンドク氏は、携帯電話や自動車、病院の先端施設などこのような製品を絶対に使ってはならない。日本の侵略と辛い歴史は忘れてはいけないが、いつまで剣をして恨んでばかりいるのか。無条件な反日には反対だが、これはその類じゃないだろう。その神風でひどい目に遭った米国は、何も言ってないのに無条件愛国主義に陥った朝鮮人だけが発狂している。ということで、前とのことですが、こういうことを大学の教授が言っているというのがすごいですよね。そして韓国の政治家も同様のレベルだから、余計に立ちが悪いのかもしれませんが、まあそれが韓国さんと言われれば仕方ないのかなって感じもします。そもそも韓国さんはアジアでナンバーワンの民主主義国家なんじゃなかったんでしょうか？法的に問題ないものを自分が気に入らないからといって販売を禁止にしなければならないとか平気で言っちゃうような教授の下で教育を受けた人たちがまともな人間になれるわけがないですよね。まあ韓国さんなので、これも法的に禁止されるようになる可能性もありますが、韓国内だけでやるのは勝手ですが、それを海外にも持ち出してくるところが面倒くさいです。ちょうどこの記事と同時期に、バンクがアマゾンやグーグルに対して旭日機は人種差別製品だから販売を中止しろとか言っていましたが、韓国内でやるのは勝手ですが、海外には迷惑をかけないでもらいたいです。コメントでもアホなコメントが多いですし、市場の判断にとか言ってはいますが、韓国さん、旭日機関連商品は韓国さんが一番購入してるんじゃないですか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。